今回は初めての実写ということですが、マイクのレビューをしていきたいと思います。この動画は、開封動画になるんですけど、開封動画のみとなるんですけど、まずこの会社ファイファインですかね、ファイファインというメーカーのマイクですね、こちらのレビューをしていきたいと思います。商品のリンクは概要欄に貼っていきます。まず、ちょっと結構ずっしりとした箱に入ってますね。裏になんかテープが貼ってあるので、それを切っていきます。手紙というか、なんかお知らせみたいな、こちらの K670 という、メーカーを買いました。説明書は日本語で書かれてますね。結構詳しく書かれてるみたいですね。スペックはこんな感じみたいです。裏は Windows の方の設定が書かれてあるみたいです。まずマイクが見えなくて、スポンジですね、スポンジで覆われてるみたいです。ではマイクが出てきました。向き的にこっちか。まずスタンドから、めっちゃ重い、結構ずっしりしてるスタンドですね。これはここでくっついてる、なんかくっついちゃってるみたいですね。これはまずくないか。結構中の粘着テープにくっついてる感じなんで、ちょっと取れないですね。これちょっとなんか中の方にテープがくっついちゃってるみたいで、うまく取れなさそうですね。ちょっと残念ですね。これ汚いというか、取れないみたいですね。これ頑張ってどうにか。結構粘着力が強くてちょっと取れないみたいですね。まあちょっと外から見たら分かりづらい、こう置くんで、分かりづらいっちゃ分かりづらいですけど、ちょっと残念ですね。結構マイクのスタンド自体めちゃめちゃ重いですね。だいぶ重いというか。で、こちらケーブルですね。ここにもメーカー名が書かれてあります。ここに結構長いですね、これ結構。で、あとこれがスタンドを長くしたい、短くしたいする。短くしたいというか、長く延長というか、するやつですね。これはちょっと軽いですね、これ。マイクスタンドに比べたら。で、最後マイクですね。これで最後ですね。結構質感がいいですね。結構というかだいぶ質感がいい。初めてなんですけど、このコンデンサーマイクというか、こういう大きいマイク、だいたいヘッドセットのマイクでやってたんで、今まで。こういうの初めてなんで、結構、なんかテンション上がりますね。このノブ、結構普通に、結構ってなんか言葉多いけど、回しがいがあるというか、いい感じですね。ここに
イヤホンさせて自分の声が聞こえるってことですかね。まあいい感じですね。マットブラックですね。質感はサラサラという感じで、まあ、これで以上ですね。付属品は、じゃあこれ入れて、これこうしてるか。あと金色のなんかこれなんかありますね。ではこれをしまっていきます。ちょっと残しておきます。ここに置いといて、じゃあ組み立てていきたいと思います。もうちょっと全部つけると、ちょっとどっちにつけるの、こっち側、こっち側にこうつけるのか。した感じですね。これが最大かな。でこれをなんか、これどうすんだろう。あ、これで向きを変えてこうすんのかな。でさ的にはまあそんな高くはないみたいな感じですね。だいたい27センチぐらいですかね。これで多分これが多分モニターアームとかつけるときに必要なやつですかね。これをこうしてこう高さ調整、高さで角度を調節したり横に回転したりする感じですね。こういい感じですね。じゃあ待ってくださいね。これをつけていきますか。では接続ができたのでつけます。光りましたね。こう見えないか、ちょっと電気消します。光ってますね。こんな感じでちょっといい感じに、なんか映えるというかそんな感じですね。こんな感じで終わりますかね。開封動画というか設置動画というか。では次の動画にマイクの音数を上げます。ではお楽しみに。